人を探してもらいたい。全部鑑定してきた。締めて約4万ドルになる。片身だ。君ね、物を作って売るだけが脳じゃない。宝石は4万だ。とにかく売れば4万にはなる。君が箔をつけたいと思うなら、金持ちの白人とコネがあると言っても構わない。だが仲間になるのは絶対に。死んでも嫌だ。言ったろ、強盗にやられたんだ。俺は無一文だ。ジーン、一緒にディナーに行こうか。暇ならの話だけど。そうか、じゃあちょうどよかった。どこの店に行きたい？僕のことはどうでもいい。君が行きたい店は？どこの店に行ってみたい？どこの店でもいい。君が行きたいところに連れて行ってやる。そうか、同志屋がジーンのご指名なわけだ。いや、同志屋にしよう。正体を知られたら追われる。秘密守れる。僕はエルビス・プレスリー。憧れの労働者を目指して故郷を逃げ出したのさ。母の日は何かする？しっかり恩返ししてもらわなきゃね。埋葬する母に着せる服を選んで身に染みた。母はそれを買った時もしなかったろうな。まさか最後に着るなんて。未来がわからないなんてフェアじゃないよな。昔からずっとなりたかった。5歳ぐらいの頃、ビルトベルクって小さな町に住んでて、森の近くだったけど、ある日ものすごい空襲があったんだ。これといった施設もなかったのに。だが覚えてる。俺は弟と一緒に屋根裏部屋にいて外を眺めてた。そしたら見えた。戦闘機だったよ。かっこよかった。こっちに向かってきた。翼からバンバン弾が飛び出し、機銃もはっきり見えたよ。カイルが殺され、未来が変われば俺は生まれない。抵抗軍がいるのか？誰かが襲われている。嘘だ。俺たちはずっと戦ってきた。お互いが生まれるずっと前から。お前は俺の母サラ・コナーの命を狙い、俺の父カイル・リースを殺した。だが俺は殺されないぞ。ありがとう、バーム。今全米の捜査官が奴のコートを売った店がどこなのか一軒一軒しらみつぶしに当たっている。店が分かればその周辺から関係者が洗い出せるわけだ。どこかで奴は寒くなってコートを買った。通りすがりでなければ隠れ家があるはずだ。そこに戻るのを待ち伏せる。この地道な方法でジョン・デリンジャーを捕まえることができる。なあドリス、シカゴに6カ所ある電話交換局の責任者にアポを取ってくれ。カーター・バームと私が会うから。それが世の常だ。白黒ってはっきりしない。極めてグレーだ。ウォーターゲートとベトナム戦争を乗り越えたのにまた政治腐敗を取り上げて大物を捕まえて出世したいんだろ。秘書目線で何があったんだよ。手堅くまとまるわけないだろう。俺のやり方はゲリラ戦だ。相手に気づかれずに近づいてコロッと騙す。できないだろ。ある意味芸術だ。いかに俺の話術で相手の信用や夢を託させるか。IT バブルは2001年に崩壊した。それなのにその中心地であるサンノゼの住宅相場は上がり続けてるんだ。変だろ？おかしいよな。そういう見方もある。それじゃあ調べてくれ。売上上位20のモーゲージ債、そのお宅の銀行にはモーゲージ債が破綻した場合に持ちこたえるだけの体力がありますか？目論見書を持ってきました。6件、この6つを空売りしたい。